もこんにちは、ストックさんの岩野です。今回はですね、新しくパートナーに参画いただいたチッパー社の副社長の西田圭介さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。社長がトドキさんになるんですけども、トドキさんは昔元楽天のスーパーコンサルタントとして動画に出ていただいて、たくさんご依頼いただいて、すでにチームとしてご一緒させていただいてるっていう経緯があるんですけども、今回改めて西田さんにお越しいただいて EC 周りのあれこれを喋っていただこうかなというところです。トドキさんは楽天で、楽天のモールのコンサルタントとして1000社以上見てきたみたいな人で、西田さんは EC カートのベンダーとしてもともと会社員勤めてはって、そこから独立したみたいな、カートベンダーとしていろんな商品サービス売ってる人とめっちゃ関わってきたっていう感じですよね、はい、お二人とも共通してるのが、ある種一つのソリューションのとこから入って、それだけ見てても絶対優位な提案はできないでしょっていうところで、事業全体の戦略作りみたいなところの価値をすごい重視してはるっていう二人で、それで意気投合して一緒に会社やってるっていう経緯ですかね。改めて西田さんから自己紹介いただいていいですか。株式会社チッパーの西田と申します。トドキさんとやる前に EC のカートベンダーの責任者をしてました。リピート系のカートベンダーなんですけども、責任者なので一応セールスもやったんですけど、プロダクトマネージャーみたいなこともして、機能の設計したりとか、マーケティングでお客さんにどういう風にこのカートを認知をしてもらうとか、アライアンス周りとかを全部担当してました。割と幅広ですね。結構広くやっていて、もともと代表が一人でやったところに対して僕は二人目で入ったんですよ。あまりこうブラックなんで言えないかもしれないですけども、夜遅くまで土日とか、普通にもう仕事をしてサービスを拡大してきたっていう背景があります、一旦ご経歴のところをサクッといきたいんですけど、なんで EC カートのベンダーのしかも2人目として入ろうと思ったんですか。もともと新卒でベンチャー企業に入っていて、その中で何をしたかったかというと、世の中に革命を起こすような事業を自分で起こせるような人になりたいと思って、本太蔵さんが立ち上げたベンチャー企業に入ったんですよ、新規事業自分立ち上げとかを社長室毎週毎週持ち込んで提案書を出してっていうのをやっていく中で、その後セールスもやってみようと思ってセールス会社行ってセールスやったんですけども、伸びない商品を売ったとしても、結局マーケット自体が伸びないと自分のセールスの限界があるなっていうふうに思ったんです、その中でも結構関東トップとかの数字は出していたんですけども、やっぱ全国トップまでいけないなっていうのと、その数字自体がじゃあ民家ばかりで毎年上がっていくかというと、それは難しいなっていうふうに思ったんで、伸びる業態でやっていくことが大事だなって思ったんです。その時たまたま募集していたカートベンダーの2人目みたいなポジションがあったので、そこで自分の腹決めてゴリゴリやってみようっていうのが起点としてありました。どんくらい勤めてはったんですか。3年間です。3年勤めてなんで辞めたんですか。そのプロダクト自体の愛着はあったんですけども、やっぱり求められてることって、そのプロダクトをどういうふうに伸ばしていくかだったんですよね。それは確かに会社としての正義ではあったんですけども、お客さんにとって自分のプロダクトが合うなんて絶対あると思うんですよ。例えばもう来たお客さんが個人でやりたいみたいな方の時に、自社の商品、だいたいリピート系のカートって相場感で言うと月額5万円から、でプラス重量課金みたいなことが多いんですけど、そのお客さんのコスト負担って年間で言ったら普通に60万円以上マストでかかってくると思うんです。そうするとベースとかストアーズとかショッピファイとか、ああいった低価格で使えるようなツールの方がお客さんに合ってることのが多いんですよ。ただそれを言うことが必ずしも会社員として正義じゃないっていう風なポジションだったので、お客さんの事業をちゃんと成功に導くために一回まずはベースから始めて、これぐらいの受注件数になったらカートを乗り換えましょうみたいなご提案をできるようなポジションで働きたいっていう思いがありました。それがあれですよね、冒頭に言ったトトキさんはこの商材だと楽天に出品すべきじゃないよねみたいな話をするために独立するし、西田さんは自分が売ってるカートじゃないカートの方が絶対最適でしょと思いながら、でも会社の成長のためにはそれを売らないといけないシーンがあったりとか、それに対してもっと自分の能力発揮できる場所あるよねみたいな感じで独立しちゃった。そうですね、はい。ちなみにカート選びって結構間違えるもんなんですか。本当に僕の所感で恐縮なんですけど、使ってらっしゃるお客さんの7割ぐらいは間違ってると思います。間違ってるらしいですよ。一旦事業の作り方みたいなところもめっちゃお聞きしたいんですけど、一旦その出自っていうところを踏まえて、カート選びっていうポイントでいろいろお話聞ければなと思うんですけど、ざっくりそのカート選びで失敗しやすいポイントみたいなところって何になるんですか。そうですね、さっきも話させてもらった、まずはその事業の成長に合わせてカートを変えていくっていうことも大事ではあるんですけども、カートって変えられないポイントがあるんですよね。乗り換えたとしても引き継げないポイントがあるので、そこに関してはこのフェーズになったら、例えばじゃあ定期通販なんかで言うと、ショッピファイもそうですしベースもそうですし、定期通販の継続してるお客さんの情報っていうのは、次のカートには情報としては引き継げても、カードの継続決済情報引き継げないんですよ。これはカード情報をカート内で持てないっていう法律に変わったんですけども、そこの絡みでもカート内ではカード情報を持っていないので引き継げない。なのでこれぐらいの件数になったら定期通販
販を始めるためにカードを乗り換えようみたいなことにしていくことの方が良かったりします。乗り換えをあらかじめ想定していなかったりっていうところに課題があったりとか、乗り換える際にどこにしたらいいんだみたいな話とかのエラーが発生するみたいな話が、まさしくそうで、例えば食品で定期通販しますってお客さんの場合って当然定期通販の機能も必要なんですけど、食品って当然冷蔵配送、冷凍配送、あとは通常配送もあったりすると思うんです。これって配送方法が分かれるので、裏側のデータベース上でいうと注文情報が分かれるんですよ。なのでお客さんから見た時に同時に注文ができないんですよ、普通のカートって、でこれが同時に注文できて定期通販もできるカートってなるとめちゃくちゃ数が限られるんですよ。 あとは例えば普通にアド回していく際はそんなに PV 数が跳ねたりとかってことはないと思うんですけど、インフルエンサーと連携する時っていうとインフルエンサーがシェアした瞬間にドカッとこうインプレッションが増えたりとかすると思うんです。その時でいうとオンプレミスサーバーはクラウドではなくて普通のサーバーを契約してここにこうインストールするタイプのカート会社だった場合に、そこの一瞬のこう PV とかインプレッションが耐えられないってサーバーがダウンしてしまう、機械損失が起きてしまう、見たことがあります。カート選び間違ってる7割のうちどういうパーセンテージでどういう間違いしてるみたいなんてざっくり言えたりしますかね。7割のうち大体半分ぐらいのお客様が事業のステージに応じてカートを変えていく、自分の事業のかける広告費に対してこのカートが適切なのかどうかっていうところの判断がついていないことが多いです。具体的には1000万の売り上げを作りたかったら、例えば今化粧品健康食品の市場でいうとすごく CPO が高騰している状況です。なので LTV でいかに回収していくかってところを見なきゃいけないので、それに持つだけの体力も必要ですし、広告の投下予算も必要です。1000万の売り上げ作りたかったら、まずは2000万の広告費を投下して1000万の売り上げを作って、それを LTV で回収していくっていうビジネスモデルにしなきゃいけない、まあ、ざっくり言うとこんな感じの今事業構造になってるんですけども、そもそも1000万の広告費をかけるってことはそれだけの PV 数に耐えれるサーバーが必要ですよね、だったりとか、その1000万がダダ漏れにならないために CVR を高めていくためのフォームの最適化、EFO の機能を持っているカートが必要だよね、だったりとか、それだけのお客さんを持って LTV 高めていくのであれば CRM の機能をデフォルトで持っているカートが必要だよね、だったりとか、そういったいろんな判断軸が必要になってくるんですけども、そういった観点でまず選べてない会社さんが多い。1000万使ってめちゃくちゃ損してる人っていうのは結構いると。その半分ってなんですか。残り半分でいうと、事業成長でこうかける広告費の話とは別の話で、自分たちの事業体に合ったカートになっていないというケースですね。さっきの話させてもらった3つの3温度帯の配送だったりとか、食品の場合例えば頒布会だったりとか、よりどり定期みたいな機能があったりします。例えば何かっていうと、最近ちょっと流行っているお弁当の配送だったりとか、健康お弁当系の自分の体作りのお弁当とかあったりすると思うんですけど、あれって12種類ぐらいラインナップがあって、それを月額5000円とかで自分が好きな3つのお弁当を選んで週1回配送してくれますよみたいなサービスだったりすると思うんです。そういった機能って結構搭載してるカートが少ないので、でもそういったことをした方が需要があるっていうことは、そういったブランドが出た時にこの需要あるよねっていうふうに分かった時にスピード感を持って展開できなかったりするんです。その機能がなかったりすると。今お話しされてた中で僕が思ったのは、事業ペースに応じたカート選びができていないっていうところと、商品設計に応じたカート選びができていないっていうざっくりした2つに分かれると思うんですけど、とはいえカートをサクって乗り換えることができるかっていうと難しいと思うんですけど、そういう時ってどうするんですか。実際カート乗り換えはめちゃくちゃ難しいです。乗り換えもう本当に件数にもよるんですけども、10年ぐらい通販やってらっしゃるお客さんの、例えばもうお客さんの件数100万件ぐらいいたりするケースもあるので、乗り換えのためのこう要件定義だったりとか、その裏にある運用フローの改善だったりとか考えると1年ぐらいかかったりするんですよ。しかも1年ぐらいかかった時に最初の要件定義漏れみたいな話が生まれから聞いたりするので、すごく難しいのは難しいです。なので僕たちがやっぱり提案するのは、今のカートの中で何がキーポイントになって成長できるのかということをちゃんと事業戦略の観点から見ていって、事業戦略ってのは当然会社としてどうしていきたいって方向性もあるんですけども、マーケットが今どうなっているかによって事業戦略が変わってくるべきだと思うので、そういったマーケットと自分たちの会社のウィルっていうところを掛け合わせた事業戦略を一緒に考えていって、その中でじゃあカートは今変えるべきなのかどうなのかっていう判断をします。でカートを変えないべきっていう判断をした時に、今のカートの中で何が足りてなくて、どういった機能をどういったツールを使ったらやれるのかってことを選定をする知識を持っているので、そういったことを各ベンダーさんと協力をしながら、この機能をこのカートに実装していって、この数字を改善していきましょうだったりをサポートしていきます。今すでにカートベンダーさんと取引をしてます。実はそういう欠陥がありますってなった時って誰がそういうことを指摘してくれるんですか。現状クライアントさん接している限りでいうと、
それを指摘できる方ってのはほぼいないんじゃないかと思ってます。社内担当者の人がそれをやろうと思うと、当然ね事業理解とかはあると思うんですけど、カートの知識がまず足りなさそうだなって思うところと、あとマーケティングの周りの知識ですよね。当然流入のところを見るっていうのは当たり前にあるじゃないですか。っていうのと、最後の何個売れたのっていうところは当然社長から詰められると思うんですよね。でもその間の過程で、実は CRM の部分がめっちゃミスってたよねとか、あるいは商品単価の部分、セット売りにしたらめっちゃ良かったのに全然してないじゃんみたいなところの観点っていうのは、なかなか社内の EC 担当者の方と難しい。でも一方で EC 活動のベンダーの人がそこまで踏み込んで提案するかというと、 1% いたらいい方みたいな感じの感覚なんですけど、合ってます？合ってます。よかった。なんかそれはどの領域でも一緒ですよね。どの業界でも一緒だと僕は思ってて、システム開発とかでも当然そうじゃないですか。それを今じゃあやろうと思ったらどういう選択肢があるんですか？クライアント参加で知識を身につけるっていうのが一番本当はいいんです。マーケティングだったりとかカートの中をゴリゴリこう見ていって、どういった機能があるのか、それによってどういった戦略ができるのかってことを考えていくってことだったりとか、どこにどういう広告投資したらどれぐらい回収できるかだったり、投資判断をしていくようなファイナンスにちょっと近しいスキルを身につけていくっていうアプローチが本当は一番いいことではあるんですけども、現実的にこれってすごく難しいので、分かる人に聞くっていうアプローチになると思います。例えば Google で EC スペースコンサルって調べて多分バーって出てくると思うんですけど、はい、そういう人たちってどういう観点でサービス提供してくれるんですか？EC コンサルって名前がつく人って、結構コンサルティングって言いつつ自分たちが得意な領域だけを提供していくって会社がすごく多いと思ってます。僕のイメージは例えばなんかモールの対策めっちゃ強いけど、表では全部できますって言って、はい、モールが一番テコ入れしがいがありますみたいな風に落とし込んで、はい、クロージングしてそこを頑張るみたいな、なんか SEO 会社みたいなイメージを持ってますよね。あ、ですですです。なんかウェブコンサルって言ってるけど、実は内部では SEO の舞台しかほぼほぼ整ってってなくて、 SEO の方に持ち込んで原価が安い SEO の領域でめっちゃ儲けるみたいな感じのイメージですけど、それは合ってますか？合ってます。合ってますって言って怒られるのはちょっと怖いですけど、ほぼほぼ僕のイメージもそうで、カートベンダーの時に実際 EC コンサル会社さんといくつかやっぱりお話をしていく中で、カートの中で持っている機能だったりとか、マーケットを見てこういった打ち手をしていったらいいんじゃないかってことをいろんな選択肢から選べるコンサル会社さんってすごく少ないなって印象を持ってしまってました。難しいですよね。それって結構属人性が高くてプレイヤーが少なくて原価率も高いから、あんまやりたがらないですよね。普通ってそういうなんかモール対策で結構型が決まっているところに持ち込みたがるんですよ、受託の会社さん。でも戸崎さんとか西田さんのそのチッパーさんはそうじゃないなっていう印象を持ってるんで、一緒にやりましょうっていう話になってるんですけど、はい、僕たちはそこら辺の知識っていうところを内部で形式化するようにしていて、全員が同じような提案ができるって状態には持っていけるように日々努力をしています。ここがね一番いわゆるコンサル会社として伸びるか伸びないかみたいなところ関係しますからね。本来のコンサルのあるべき姿はそれだと思うんですよ、お客さんに対して経営的な判断を含めて、かつマーケティングだけではなくてクリエイティブどうしていくのかだったりとか、カート以外の含めたシステムの選定をどういうふうにやっていくと事業が最適化するのかを見ていくのがコンサルティングの本来の意義だと思うので、それを見ていく会社を本気で作りたかったっていうのがクトトドキです。めちゃくちゃそのコンセプトといいますかね、理想像が一致している感じがしました。今回は西田さんのね出自を踏まえてカート選びで陥りやすい罠みたいなところをお話しいただいて、一部ねもうすでに事業戦略みたいなところにトピックもふんだんに盛り込まれていると思うんですけど、カート選びについて何かありますか？カート選びはいくつか判断軸があると思っていて、まず自分たちの商品のジャンルだったりとか、投下する広告の費用だったりとか、定期のありなし、新規オープンなのか移行なのか、それによって向いてるカート向いてないカートがあります。どういった機能が必要なのかだったりとか、こういったいろんな変数が関わってくるんですけど、こういったものをある程度こうポチポチ選んでいって、おすすめのカートと今の商品の原価率が高いから低いからこういう風にしていきましょうだったりとか、そういったものをアドバイスできるツールみたいなものを今ちょっと僕が作ってます。ただめちゃくちゃその Excel の関数を使ってもう if 分岐で作ってるので、あまりお渡しするのは結構難しいなと思っていて、お打ち合わせしていただけたらその場でお見せしながらヒアリングをしてポチポチしていって、あこんな感じのおすすめですねっていう風に出すことは全然誰でもできます。これはもちろん無料でいいんですよね？もちろんでございます。ありがとうございます。じゃあちょっと今回のいわゆるお土産としてはカート選びの診断を西田さんが打ち合わせの場所でしていただけるっていうことで、西田さんにカート選び手伝ってほしい、あるいは今のカートって大丈夫なのかなっていう不安を抱えてらっしゃる方は、概要欄の即さんのホームページまたは LINE の方から西田氏名でお問い合わせいただければなと思います。というわけで次回は事業戦略周り、僕もすごく興味があるところなんで楽しく聞いていけたらなと思います。今回は以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。